お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですね、ジョージ・コックスのラバーソウルですかねをご紹介したいと思っております。まあまあ前にですね、まあ青のやつもあげたんですけども、まあ、置いていきましょうか。そうですね、まあアメリカ人も好きだったんですけども、まあ至る所のファッション街に行きますと、パンク系のパンクロックと言いましょうか、まあいろんな履いてる方がおられまして、そうですね、だからその英国製のものであって、ルイスレザーをね、その時に買ったんですよね。で、僕がまだこれ10代後半か20代ぐらいですかね。その時にですね、パンクがね、ものすごい流行りましたね。いろんなお店もあったんですけども、あとロボットとかですかね。その中でですね、ジョージ・コックスを選んだんですけど、まあ、勝ったところは666なんですけども、666ですか。で、勝ったんですけども、で、まあ、流行った当初はめちゃくちゃね、細いパンツ、黒いパンツに、もうルイスレザーもね、パッチとかも外してる方もおられました。で、病じゃんでしょ。そういった形でですね、使おうとは思ってたんですよね。ルイスレザーと来てですね、まあ、ロンジャーも他にもなんかもうノーブランドっぽいような、イギリスの、まあ、ライダー層も、まあ、持ってるんですけども、ね、病じゃんにしてやろうかとか思いまして、でアメカジとですね、アメリカのものとイギリスのものを合体させることはちょっと全身統一が難しかったので、だからイギリスはイギリスでまとめたいとい いうような過去のね、そういった話があったんですよ。で、別にね、そのお構いなしに、ジョージ・コックスを履いてリーバイスの501も履いてる方もおられますし、でその当時バイク乗ってる方もおられたんですよね。こんなんでチェンジ引っ掛けれるのかっていうぐらい、あとですね、バイク乗った時にポーンって抜けちゃってね、スポーン片方抜けちゃうんですよ、落としてね。そういったこともございました。その中でですね、こちらはですね、中はちょっとインソールでいじってるものなんですけども、まあ、伸びちゃったんですよね。その当時ジャストサイズより若干もうワンサイズ落として履いた方がいいっていうことを知らなかったので、そういった形で履いておりましたね。で、このラバーソールでしょ、まあ、夏場溶けるんですよこれ、コンクリートのところね、ずっと歩いてたら、まあ、スニーカーもそうなんですけども、で、そうですね、パタッとやめ履くこともやめましたし、ルイスレザー、まあね、もう着ることもね、あれもね、実際ね、一回着ただけで、その後20年以上放置してたんですけども、だからこの時に合わせたかったんですよね、その時代の時に。で、ルイスレザーなり、ロンジャンなり着て、ロンジャンは病じゃんにしようかなとか、そういった形でですね、憧れを持って、まあ、ベルトとかもいろいろ持ってるんですけども、666に関しては、あとセクシーダイナマイトロンドンやったかな、そういうお店もございましたね。懐かしいですね、そう思えば、今思い出すと。ロボットも懐かしいですし、まあね、そのパンクがちょっと流行った時にですね、購入したものなんですよ。で、そういった思い出もございますので、まあ、なかなか捨てきれない思い出もございます。で、もう一足なんかね、レオパードのものを持ってたんですけども、その時は多分3万円ぐらい、これで2万円ぐらいだったと思うんですけども、おそらくそうですね。で、レオパードが3万超えだったと思って
ております。もうちょっと記憶が定かではないので、そのところはちょっと詳細はよく分かりませんが、今回はですね、そうですね、ジョージ・コックスの白黒の方ですかね、紐もね、確かね、黒もあると思うんですよ、ついてる箱にね。そういった、今回はそうですね、また今回もですかね、シューズ類をご紹介いたしました。でですね、またそういったスニーカーもそうですけども、ブーツもそうですけども、そういった動画も上げていきたいと思っておりますので、何卒応援の方をよろしくお願い申し上げます。あとコメント欄も自由に書き込んでいただけたら助かります。まあそういった僕、私自身のその当時のね、ことを振り返ってのお話なので、今はねちょっとわからないですけども、履いてる方も 見かけませんし、まあ、どっかのコラボとかねいうのであればね、また使ってあげたいという気持ちもあるんですけどもね、なかなか一歩踏み出せない自分がございますね。そしたらですね、これにて失礼いたします。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。